キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、サバイバルポジション、はい、今日は日本ハム杯カズミです、うん、ね、日本ハム、うん、さて今年4位予想ですから、おーね、はい、着実に補強していってるからね、うん、まあ新庄さんも3年目で、はい、それも今年大会だったら、うん、貯金って直近に行っちゃう、行っちゃうからね、まあまあ、うん、ね、ほぼサバか、ほぼサバ、いやでも決まっ、この人は出るって選手何人かいるんじゃないですか、うん、まあちょっと考えていこう、はい、キャッチャー、うん、サバイバルやな、はい、キャッチャーは、うん、伏見なのかマルチネスなのかね、で新人も入ったしね、新、ああ新藤君、うん、そうだ、キャッチャーはまあさ、もうあとはもう固定じゃない、なさそうやもんな、うん、併用って可能性もありますもんね、だから高いレベルで併用しないと、うん、低いレベルで併用って誰でもいいじゃんなるからね、うん、はい、そういったところはもう頑張んなきゃいけないね、うん、でも キャッチャーはサバイバルだね、はい、もう2人ってことですか、もう、いや伏見マルティネス、まあ、古川がコンバートしないんだったら古川、うん、で清水、はい、ね、で郡、梅林、田宮いるから、まあ、全員ドイツも、ドイツもだからね、うん、だから高いレベルでそうですね、うん、しないといけないけど、うん、そこができるかどうかだね、うん、でもまあちょっとピリッとせえへんからな、はい、まあ、でもサバイバルだね、はい、だってなんかあのこの前ジョブチューンかジャンクかどっちか忘れたけど、はい、マーチネスサイン知らへん説あるからな、ずっとまっすぐのサインしか出さへんくて、あと宮西がなんか見たことないサイン出て、うん、え、それ何の何の球種っていうビビったとかって言ってたから、いや、見てない、それどうなん、そもそも適正どうなんやっていうそもそもサイン分かれへんってどうなんやみたいな、そもそも適正もね、うん、はい、やっぱキャッチャーサバイバルだね、うん、でファースト、はい、ファーストだからここをさ、清宮はもうサードなのかな、どうなんやろっていう、うん、でもまあサードかファースト、清宮か野村かどっちかじゃない、はい、うんうん、普通に考えたら、うん、もうそこはでもどっちかで確定なんじゃないんですか、そこ、まあ多分確定やろ、確定っていうか、まあそれ確定にしたいんだろうな、うんうん、正直ね、はい、村上超えって言ってたからね、うん、清宮、おお、ね、うん、そのためには最低30本出ないといけないからね、うん、去年10本、村上選手だって調子悪いって言われて35本くらい打ってますからね、そうそうそう調子悪くて、ね、えぐいな調子悪くてね、はい、そう、調子良かったら60本1回打っちゃう、そうですね、うん、ね、はい、だから、まあ、そこはどっちがどっちするか分かんないけど、うん、俺はもう清宮絶対ファーストの方がいいと思うけどな、うん、ドタバタサード、でも野村のサードもそんな上手くないしな、だからまあどっちがやるな、うん、でセカンド、はい、サバイバルやな、ここはそうですね、うんうん、でも二遊間サバイバルじゃん、うん、なあ、うん、別に上川畑も去年つかめんかったし、はい、セカンドもね、うん、加藤豪介もそんな結果としては大したことなかったし、はい、うん、石井もいるけども、そして水野くんとかすごいね、うん、期待してます、奈良間くんでも結構いい感じで見てますかね、そうだね、でもまあサバイバルやな、うん、二遊間はね、うん、この人っていう人はいないですね、いないよね、で外野が万波と松本は確定やろな、うん、普通に考えてね、うん、ここは首位打者とホームラン王ですからね、うん、でセンターがスティーブンソンらしい、うん、外国人ね、はい、え、でもそしたらマルティネス試合出えへんのかな、マルティネスファーストやん、だって、まあ、確かにレイエスが DH でしょ、確定、はい、確定じゃん、うん、レイエスがね、うん、でセンタースティーブンソン、はい、マルティネスキャッチャーで使わへんかったら出せへんっていう選択肢ないやろ、ファーストや、うん、ファーストやろ、まあ、そうですね、うん、ね、うん、でそしたらもう野村は試合出られへんで、マルティネスがキャッチャーやるときだけ出れる可能性がある、うん、あ、そういう使い方になっちゃう可能性はありますね、もうジョージじゃなくなるね、うん、正直でもし進藤とかがめっちゃ良くてキャッチャーだったらもうマルティネスもあそこ手になるからな、はい、そしたら野村試合出られへんで、うん、レフトって言ってもレフト松本いるしな、うん、松本を出さないで野村使う選択肢ないしね、うん、そんなんだったら野村なんてもう絶対サードやった方がいいよ、うん、サードやらんと試合出られへんやんな、はい、サードだったら清宮さえ勝てば試合出れるから、うん、まあ、そこが競争になってきますね、そうなるとね、清宮選手と、じゃあマルティネスファーストや、うん、まあ、キャッチャー守るときにあくからそこに誰か出るやけど、だから、はい、だからマルティネスが確定だね、うん、どこかで、どこか分かんないけど確定だよね、はい、普通にやればね、うん、だって去年だって自己死んだもんね、はい、成績でいうと、うん、まあ、サード二遊間サバイバルだね、はい、で外野はもうほぼ確定だね、今川とかもうきついな、うん、なんかあったら五十幡だしね、そうですね、うん、足あるし、うん、でも江越とかがもう守備固めとかだな、うん、去年ちょっとチャンスつかめなかったね、だって要はつかめないからこのスティーブンソンを取ってこられてるわけじゃん、はい、正直こいつらが良かったら取ってこようと思わないわけだよね、うん、だから
ガヤきついよね。私万波選手も去年掴みましたよね。そうそう、掴んだ掴んだ、うん、ね、ガヤのおさばやな。だからサード二遊間でね、はい、でマルティネスの守備次第、うん、ピッチャーは、はい、まあ噂が抜けて、うん、だから先発6人、うん、加藤、うん、確定、はい、あ、伊藤、ひろみで山崎さんじゃ、あ、山崎さんじゃ、金村も元気だったらな、まあでもまあサバイバルだね、確定されてないからね、はい、ピッチャーが、はい、ザバラ、マーフィー、バーヘーゲン、ロドリゲスいんだよ、うん、で野手で3人、はい、スティーブンソン、マルティネス、レイエス使うってなると、あと2人しか使えないから、はい、でしかも、同時に使えるのは登録できるのは5人だけど、うん、ベンチでできるのは4人だから3人確定したら1人しか使えないのよ、うん、2人の1人だからマーフィー、バーヘーゲンを2人入れたらこれは運用簡単なんだよね、うん、どっちも先発候補だからね、はい、でもザバラを仮に入れたとしたらバーヘーゲンが投げてる時はザバラ使えないし、うん、マーフィーが投げてる時はザバラ使えないし、逆もしくはザバラ使いたかったらマルティネスをベンチ替えっていうことをしなきゃいけない、うん、だからロドリゲスとザバラを2人ともリリーフに入れれない、うん、ザバラとロドリゲス、マーフィーとバーヘーゲンの戦いちゃう、誰かがそうですね、この4人の中で2人だからね、うん、一番いいのはマーフィー、バーヘーゲンが一番いいけど、だから先発ローテーションでも今3人だけやからな、日本人の確定はそうですね、うん、まあ、正直俺は根本とかも面白いと思うけど、うん、まあ、1年間ローテー回れるような感じはしないから、まあ多分スポットだと思うんだよね。鈴木健也投手はいや、でもそもそも去年のローテーション落ちてるから、その入れる確定なわけないじゃん。そうか、去年一番いい感じでしたけどね、最初だけね、うん、で北山、うん、もうサバイバルだな、うん、3人だけだな、3人だけ確定してて、だから3人サバイバルだね。でも外国人がどっかには入りますもんね。いやでもバーヘーゲンも6番手候補とか言ってたから、そもそも入れるのかどうか問題あるからね。普通にやってたら両方とも入れない可能性も、マーフィーも入れない可能性は、マーフィーもリリーフもできるけど先発やらしたいだから、ひょっとしたらリリーフになるかもしれないし、うん、だからそんなピッチャーが絶対確定かって言われたらね、うん、分かんない。あとは外国人登録問題あるから、できるのか、どういう登録の仕方をするかによって変わるから、うん、もうそろそろ立つとかも出てきてほしいし、はい、でか、まあ、金村でしょ、うん、で北山、まあ、鈴木、上原入ってくるかもな。あ、上原確定やな。うん、矢沢君どうなるんですかね、矢沢選手。それはもう修行だよ、修行。だこの4人プラス外国人をどうするかだな、うん、であとは金村とあの北山のどっちが入ってくるかじゃ、うん、正直、まあ、この4人、伊藤、上原、山崎幸也、加藤プラス外国人で北山、金村がどこまで入ってくるかじゃ、最初はね、はい、そしたらまあ先発じゃあ2、3だね、うん、ぐらい、うんうん、あと外国人次第だね、うん、はい、でリリーフで絶対決まってんのは、うん、いや先発2人とかないよな、ザバラ入れるよな普通に考えて、うん、でもザバラが入ったらロドリゲス入らへんけどな、うん、ロドリゲス先発ですか、ロドリゲス先発、じゃあこのもう3人の中の誰かだから、もう外国人登録次第だね、うん、正直。でもザバラはリリーフで絶対使うだろうから、うん、だからこのマーフィー、バーヘーゲン、ロドリゲスの3人の中の1人だな先発で、その一人が投げるときはマルティネス落とすかしかないよな。でそう考えたらなかなか外国人の登録も厳しいな。なんか使い方難しいですね、うん、リリーフはザバラ、うん、宮西、川野流星、うん、で、田中正義、はい、で池田玉井、1、2、3、4、5、6、堀投手とかって去年あれだった、去年ダメだったからね、フラッグじゃないですか、それから見れて山本君、そうだね、山本、福田、うん、あと石川とか、うん、杉浦、結構サバイバーですか。まあまあそうだね、うん、でも絶対確定なのは川野、宮西、玉井、田中正義、池田、ザバラはもう絶対確定やと思うんだよね。6人ぐらいいるのか、正直。1、2、3、4、5、6、うん、だからまあ2人かな、はい、だからリリーフも2位、先発も2位ぐらいがサバイバルちゃう、1、うん、2、3、4、ね、外国人は1人絶対入るだろうから、うん、そうだね、そんな感じだね、はい、でもこう考えるとやっぱ左ピッチャー、いいピッチャーいっぱいいるな、うん、ね、
根本、松浦、矢沢、北浦、ね、長谷川、河野、堀、宇田、上原、山崎、幸也、加藤、宮西、うん、左王国伸びてくればね、はい、いい感じだね。でもやっぱり、まあ、先発山崎キャッチャーはどんどん頑張るからな、あと上原やな、うん、上原が10勝ぐらいしたら面白いけどな、うん、正直。あとはもう外国人やな、どう登録するかだね。まあでもワンチャンありそうやな、このレイエス・スティーブンソンの活躍次第では。面白そうやな、感じ見てたらね、うんうん、その野手も、まあまあ、新外国人選手に頼らざるを得ないっていうところはあるけども、うん、面白そう。あとはここの若手の付き合いができたらな、チーム力上がりそうやしね、うん、ちょっとひょっとしたら台風の目になる可能性もあるんちゃうかなっていうところはありますけども、はい。まあ、これあとはもう外国人次第やな、うん、結構ピッチャーも、ね、ピッチャーも野手も、あとはどういうふうなその登録するかがちょっと問題になってくると思うね、うん、はい、じゃあキャンプの見どころは、キャンプの見どころは本物なのか外国人見よう確か楽しみ、うん、本物なのか、うん、あとはあのバーヘーゲンとロドリゲスがクイックがちゃんとできるようになってるのかっていうところを見なきゃいけないけども、うん、外国人見よう、はい、ここやな、うん、あとはキャッチャーの進藤君見よう、新藤くんね、使えるかどうか、いきなり出てくるかもしれない、うん、ですよ、肩が、あとあれ、野村、あ、どこ守ってるか、どこ守ってるか、はい、あ、セカンド回らされる可能性あるからね、セカンドセカンドそれはセカンド、あと清宮ね、清宮と、うん、がどこ守ってるか見よう、はい、うん、そこがポイントやな、そこ見ましょう、キャンプ、はい、はい。